浪監督、他人事じゃない、名称コメントや。素晴らしいコメント。エラーや飛球の絡んだ11得点について、紙一重だと思う。ベースカバーやミスや飛球など、こちらに起きてもおかしくないこと。しっかりとした野球をやっていかないといけない。点が入ることにより良い流れになる。明日以降も引き続きやっていきたいと思う。立浪監督の笑顔が見れて私は幸せですよ。大量得点は嬉しいけど、明日の試合が怖いな。細川が今季6号目とか、そう打ちまくってる。大量得点の次の日の試合が怖いんだよな。しっかりと、自分のチームにも起こり得ることだって危機感持ってるのいいね。気を緩めるなよ。これだから中日はやめられないんだよね。ドラゴンズで満たされるのが中毒になる原因や。松葉さんも完投したし、満足できる内容。残業しすぎて過労死しないのか心配になるな。中日は素晴らしいチームですよ。全然打てないと思ったら急に大量得点してる、すごいんだよな。あつしも興奮してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。